はい、どうもチャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけでただいま絶賛開催中のターニングポイントでございます。今回はですね、累計の350万ポイントこちらに到達いたしましたので、こちらの S ランク OB 契約書第5弾開封していきたいと思います。で、まあその前にですね、いくつか今回のターニングポイントに関してお話をしていこうかなというふうに思うんですが、まあターニングポイント自体は本当に何回もね、開催されているものになりまして、まあ皆さんね、もう進め方大体分かっている方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ毎度のことながらね、ターニングポイントの動画出してください、ターニングのポイントの、効率のいい方法を教えてくださいというリクエスト等々もいただいておりましたので、まあちょっとその辺のお話とか、あとエナジー比率、エナジーどれぐらい使ってどれぐらい返ってきたのかっていうお話等々もねしていきたいと思います。で、まあ今回のねターニングポイント、僕も結構ボーナスに関しては高い方になっているかなと思います。今現状累計を引く前にですね 470% に到達しているんですが、ここはですね、まあ一つ小技を使っております。はい、まあどんな技かと言いますと、 A ランク限界突破コーチと B ランク限界突破コーチ、これらがですねちょうど多分11枚ずつかな、ぐらいありまして、まあ、それをですね、まあ、フルに、活用したという感じでございます。はい、まあ、一つずつ見ていきますと、まずですね A ランクの OB ですね、僕は今 A ランクの OB が4枚あるんですけれども、こちら全てね、累計で入れたものにのみになっております。ガチャでは A ランクの OB 出なかったので、こんな感じになっておりますが、通常の、限界突破してない OB に関しては 40% なんですが、A ランク限界突破コーチを使って超5まで上げてあげたね、山崎武史選手と鈴木圭選手に関しては 60% になっております。はい、 20% ずつ違うので、この2選手で合わせて 40% 上がっているという感じでございます。まあこれやっぱりでかいですね。はい、なので、まあ、A ランク限界突破コーチ余っている方はぜひ使ってみてはいかがでしょうかと。で、あとは B ランク限界突破コーチも使いまして、35% になっております。もともとの B ランクに関しては多分 20% かな、なので 15% 上がっております。超1につき 3% ずつかな、上がっております。はい、で、まあ、これがですね A ランクのボーナス付きの選手よりも高くなるので、まあ、B ランクしか持ってないよ、当たんなかったよって方も、こうやってね限界突破コーチを使ってあげると、ボーナスも上がっていくよという感じでございます。まあそんなに A ランク B ランクの限界突破コーチ使い道ってなかなかないので、まあ、本当にこのボーナスあるイベントに使うか、まあ、あとは覚醒に使うかというところのみですし、まあ、あとはこのボーナスがあるランキングイベントがおそらくもう早くても5月以降6月7月とかまで来ないんじゃないかなという予想を僕はしてますので、まあそこにね、しばらく期間があると思いますので、ここでまとめて限界突破コーチ使っちゃうのもいいんじゃないかなと思いました。僕もしばらく限界突破コーチ使ってなかったんですが、今回ここでね、まあ、結構忙しい1週間の中で僕も最低5000いければもっともっと上の順位へというところを目指しておりますので、今回ボーナスを上げてですね、早めにがっつり走っていきましたよというところでございます。まあ、あと今走ってる方というか累計まで終わってない方への注意点としては、まあ、この辺の A ランク OB 契約書とか当たったらすぐに引きましょう。この辺を引いていくとどんどんボーナスもね、ついていきます。ただ A ランク自チーム契約書とかパーセンテージのね、10% 契約書とかは、つきませんのでご注意くださいというところでございます。はい、まあ、僕もちょっとなかなか動画が撮れない状態ではあったのでオーバーランちょっとしちゃってますが、本当は S ランク OB 契約書も到達したタイミングでもうすぐ引くことをお勧めします。はい、で、まあ、今回はね、ガチャに関しては自チーム OB 確定っていうのはないので、もしここでね、平松選手をゲットできなければ僕もね走りますし、まあ、他の方でも、欲しい選手が手に入れられなければ走っていくよという方も多いんじゃないかなと思います。今回は5000以上で、狙いの選手が絶対もらえるので、まあ、ここが一番、熾烈になるかな。まあ、あとは2500位ここですね。 A ランク自チーム OB 契約書限界突破1回分も大きいと思うので、まあここも人気になるかなと思います。まあまたちょっとボーダーに関しては動画を出しますが、 S ランク自チーム契約書もね今本当にあの純正最強決定戦のために、欲しいという方もたくさんいると思うので、まあここ100位500位あたりも人気になってくるかなとは思います。まあその辺はちょっと週末明けてからですかね、動画出したいなと思います。まあ僕もちょっと個人的にちょっと侍ジャパンの強化試合で、多分この動画が上がってる土曜日にはもうすでに名古屋にいると思うんですけれども、名古屋大阪っていうところでちょっとね遠征が続くので、動画が撮れないので、ちょっと日曜日以降、月曜日以降ですね、月曜日以降の動画でちょっとボーダーに関してお話ししていきたいと思います。まあしっかりデータに関してはずっと撮り続けるつもりですので、まあ、そこはご安心くださいという感じでございます。はい、まあすでに今現状5000円を割ってしまってますが、まあ全然まだまだ追いつける範囲なので、まあこの辺は頑張っていきたいなと思います。で、エナジーの収支問題ですね。はい、どんぐらい入ってどれぐらい使ってっていう感じの話なんですが、まず今回もらえるものが20の、30、40、50、60、70、80、95プラス、15なので110ぐらいかな。
110もらえる感じになってると思います。はい。で、まあ、さらにドリンクももらえるので、まあ、実質ドリンクもエナジーみたいなもんなんですが、まあ、僕もずっと累計までの間でドリンクも使ってきたんですが、エナジー収支ほぼトントン、もしくは多分エナジー返ってきた分がプラスなんじゃないかなと思ってます。まあ、もちろんパーセンテージが最初から高かったっていうのもあるんですが、まあ、111エナジーもね、他いろいろありましたが入っております。最高ですね。はい。まあ、そんな感じなので、とりあえずターニングポイントに関してはそうですね、まあ、自然回復でももちろん終わるとは思うんですが、まあ、パーセンテージ低い方でもぜひちょっと OB 契約書もあるのでね、頑張ってる意見まだ取りに行くといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、今開催されているこの A ランク確定スカウトとかを、まあ、引くのもありかな。どっちかっていうとこっちを回す、ボーナスのために回すんだったら僕は A ランク以上確定スカウト5発行くことをおすすめします。うん、累計のためにこれは引いてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、そんな感じでございました。とりあえずじゃあ、いろいろ受け取っていきましょう。じゃあまずはこの A ランク自チーム契約書いきますか。ここはちょっとぜひロペス選手あたり出てほしいな。ロペス選手、白崎選手ずっと言ってますが、この2枚が結構欲しい。ここは演出カットしていきます。さあ、はい。ウィーランドよく出るな。ウィーランド選手もね、9位 A にする証拠がもう完全についてるので、もしかしたらこれも A ランク自チームミキサー混ぜるかもしれません。はい、OK。あ、で、なんか5連ゴールド契約書とかもらえてますが、まあこれはちょっとまた別でやりますか。これ、お知らせで出てましたね。お知らせで出てたんですが、これですね。はい。カムバックログインボーナスが停止になりましたよというところだったんですが、なぜかまあカムバックでも何でもない人でもこれが受け取れてたらしいですね。ただちょっと今枠の問題で引けないので一旦とりあえず置いときましょう。ごめんなさい。はい。じゃあ S ランク 10% 契約書引きましょう。ここぜひ 10% 引きたい。お願いいたします。まずちょっと 10% 引けたら非常に大きい。まあ厳しいか。お、あー、まあそうですよね。はい、今宮選手今日からの強化試合、まあちょっと怪我もありましたが、とりあえずはね、同行してるみたいなので大丈夫なのかな。ぜひ活躍してほしいところですね。今宮菊池、この二遊間見れるのは非常にね、うん、夢のような二遊間なんで、ぜひね、まあ、なかなか、まあ、今回ちょっと坂本選手が選ばれてないので、この今宮選手にぜひ頑張ってほしいなと思います。まあ、あと選ばれてるのは田中康介選手とかも選ばれてるので、まあ、スタメンどうなるかなっていうところではありますが、まあ、今宮選手は個人的にはちょっと期待しております。はい、頑張ってほしいなと思います。はい。じゃあメインディッシュいきましょう。 S ランク OB 契約書第5弾、ここでですね、ぜひこのこちらです。はい、9位スタミナ同値の平松選手引ければもうここで速攻育成を始められるので、ぜひ取りに行きたい。まあ、もし手に入れられなかったとしてもランキングを走ります。逆に手に入れられたとしてもランキングはちょっと限界突破のために走ろうかなと思っているので、うん、まあ、平松選手ぜひここで手に入れましょう。行きましょう。まあ、あとはやっぱり野茂さんとかも使ってみたいっていうのはあるんですが、まあでも今回本当にすぐ使うのは平松さんぐらいなので、ぜひ平松さんいただきましょう。さあ、お願いいたします。ターニングポイントもなかなかちょっと時間ないながら、移動時間とかをこまめに使いましてね、頑張ってやったんで、ぜひいい報酬をいただきたい。さあ、お願いいたします。さあ、誰が出るか。ドン。おお、阪神岡田選手来ましたね。いや、これは普通に能力めちゃめちゃ強いんで、いやー、本当に第5弾じゃなければね、もしかしたら使ってたかなと思うんですが、うん、まあ岡田選手も非常に強い選手です。はい。まあ残念ながらちょっと狙いは引けませんでしたが、岡田選手は去年もね出てたんですが、僕は去年全く縁がなかったんで、ただボーナスはやっぱり上がりますね。はい、510%、 500% 超えましたね。これは大きい。うん、OK でございます。今回もね、岡田選手の A が例えば、まあ、3枚とか当たってればね、ワンチャン使えるかなっていう感じではあったんですが、ちょうど今阪神枠に関しては、こんな感じ、野手じゃなくて投手の方で江夏選手を使っております。はい、こちらがもう勝利の下までバッチリついてるので、うん、まあなかなか江夏選手は外せないかなっていう感じです。まあ野手、あとそうか、城島選手もいるのか。てかめっちゃ阪神当たってるな。そう考えると阪神の選手が逆に持ってないのは檜山選手と久保田選手だけという感じですね。今回本当に今年のシリーズは阪神がよく当たったなという印象でございます。はい。まあ城島選手は取りに行ったっちゃ取りに行ったんで、なんとも言えないですけど、はい。な、岡田選手を今回は獲得という結果でございました。いや本当に強いんだよな。そう、前回セカンドの選手で最強レベルって言ったんですが、まあ、間違いなく最強レベルで、まあ、あとちょうど僕もね、
持ってるローズ選手なんかも、セカンドでは本当に強いですね。うん、まあただ今回はちょっとなかなかオーダーにすぐ入ってこないですが、まあまたちょっと機会があればね、ぜひ使っていきたいなと思います。まあなんかで、なんかのタイミングで使えたらいいな。うん、それはちょっと育成だけしようかなと思います。はい、まあそんな感じで今回ですね、ターニングポイント累計の350万ポイントですね、 S ランク OB 第5弾契約書を開封していったという動画でございました。まああとね、ターニングポイントに関していくつかお話ししましたが、まあ、ぜひこんな点が分かりません、こんなポイント教えてほしいですっていうコメント等々いただければ、できる限り回答していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひそちらも合わせてよろしくお願いいたします。まあツイッターで送っていただいても構いませんので、ぜひ概要欄からねツイッターのリンク飛んでいただいて、フォロー、そしてリプライ等々よろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。